機会損失をしてしまうし、生涯の年収っていうのもだいぶ変わってくる。不労所得と労働所得。こんにちは、しんいちです。今回は収入の種類っていう話をしたいと思います。まあ大きく分けて2種類ありますね。この2種類がよく分かってないっていう方が結構多いんですよね。この種類が分からないと機会損失をしてしまうし、生涯の年収っていうのもだいぶ変わってくるし、しかも無駄に時間を浪費しなきゃいけないっていう状態になっちゃいます。時間を浪費するってことは自分の人生の一部を削るってこと、浪費するってことですからね。だからそういうことにならないように、収入の種類っていうのを抑えてほしいなと思います。でこれ結構常識的な話なんですよね。常識的な話で、僕みたいにビジネスやってる人とか、ちょっと金融の勉強したことがある人っていうのは常識的な話なんですけど、日本の学校でこんなことすら教えないんで、僕は今からできるだけ分かりやすく説明したいと思います。これ聞いてもらったら自分が今から何をしたら理想に向かえるのかということが分かってくると思います。はい。で、収入の種類なんですけど、大きく分けて2つですね。これは分かると思います。不労所得と労働所得。不労所得と労働所得です。不労と労働。不労所得というのはもちろん働かなくても入ってくるお金のことで、労働所得というのは時間の切り売りとかをして入ってくるお金ですよね。大きく分けるとこんなもんですね。不動産所得なんかも、労働所得に入ってくるかな。その賃貸収入とかは不労所得に入ってきますよね。そのメンテとかあるとはし、あと株とかちょっとね、難しい話なんですけど、株で配当金を狙っているんだったらそれは不労所得ですよね。で、株で株が上がった分売り抜けようっていうのは、ある意味労働所得かもしれませんね。そのトレーダーさんとか効率はすごくいいと思いますけど、で、この不労所得 と、労働収入っていうのを2つちょっと違う名前で言いたいと思います。不労所得ってフローです。フロー、流れてくるやつです。フロー、こっちのフローだと思ってください。常に自分の懐に流れ続けてくるやつがフロー。ここが例えばじゃあ 10万円だったら 10万円とか、ずっと流れ続けてくるのがフロー所得ですね。1年後、2年後、3年後、4年後、5年後とか。で、不労所得というのはただずっと流れてくる、お金が流れてくるための仕組みなんで、要するにここ上げていけばいいよね。1年で10万円の仕組み作れたんだったら2年目で20万にすればいいし、3年目で30万とかすればいいですよね。この積み重ねなんですよ。この積み重ねができるっていうのが不労所得のいいところ。この積み重ねって本当に大事なんですよ。超効いてきますからね。1年で10万できたら2年目でプラス50万ぐらいできると思いますけど、普通に。こういうふうに積み上げていける。じゃあ自分は何もしなくても、4年目で40万円ぐらいの収入が毎月あるような状態ですね。この図で言うとですけど。実際はこれができたらもっと効率よく、それを教えることによって稼いだりとか、もっとここで10万できたら2年目はそのスキルがついてるんで、別の分野に広げて、さらに伸ばしていくってことができますからね。もっと効率よくできますんで、もっと伸びますけど、これが不労所得ね。これめっちゃいいじゃないですか。これ不労です。入り続けていきますか。で、単発収入っていうのがあるわけですよ。単発収入、普通のサラリーマンがもらってるお給料っていうのは月に1回入ってきますね。あれは単発収入ですよね。月収がね30万だったら、この感じになってきますね。で、全体で40万とかなってくるやつが単発収入。全体的に言うとですね、ちょっとこの図が分かりにくかったらすみません。理想的には不労所得を増やしていって、不労所得をこうなだらかに増やしていきながら、こんな感じで実際こんな感じになると思います。で、単発収入、単発の収入、スポット収入と言いましょうかね。スポット収入っていうのをこう毎月もらっていったらいいですよね。ここの幅っていうのは変わらないです、基本的には。セミナーとかやった場合は変わってきますけど、その単発収入を増やしていくと、でこんな感じで増えてきますよ、ね、でそのうちにこの単発収入だけだった部分っていうのを超えてきますね。この時にそしたらもうガラッと切り替えて、単発収入っていうのは要は時間をかけて、
いただく収入なんで、こっちの方もやめちゃってこっちに費やしてた時間っていうのを不労所得を使う方に作る方に費やせばいいんですね。一瞬だけ本来だったらここまで行ってたやつが半分ぐらい下がっちゃうけど、半分に下がっちゃいますけど、月収がじゃあこれ30万円だったら、ね、ここで不労所得30万円にもなってプラス30万だから60となってくるわけですけど、一瞬これ下がりますけど半分に、でもこっから先っていうのはさらに加速していきます。ここまで来たらここで使ってた時間っていうのがなくなってくるんで、なくなるというか不労所得を作る方に回せるんで、こういう風に上がってきたらうわーって上がってきます。うまくいけば、もちろんうまくいかなかったらそれはダメだけど、頑張りしたい。まあでもここまで伸ばせたらコツも掴んでるし、もう大体分かってるんで、やり方なんていうのはわーって伸ばすことは可能です。いや全然可能です。夢物語じゃないんですよ別に。非現実的なことを言ってるわけじゃなくて、こういう人いっぱいいますからね。あ、まあなんか農業だと分かりやすいですかね。農業だと分かりやすいかな。自分が撒いた 種もみ、ここに自分の撒いた種もみがあって、それが出てきました。30万円も出てきました。で食べました。だけど、もうちょっと種もみを残しておいて、まあ、お米だと次の月にはなかなか出ないですけど、ちょっとそれは置いといて、もうちょっと増えましたですね。種もみを残しておいて、まいたからもうちょっと入ってくるお米が増えました。でそれを繰り返していきました。で自分では食べきれないぐらいのお米になったんで、その種もみをもっと 増やせるようになりました。そしてバーって増えていくじゃないですか。ちょっと説明が下手だったな、下手な説明はご愛嬌というところで、ご了承ください。まあそういうことです。なので別に難しくないですよね、ここまでいけば。なんで、収入の種類2つ今回説明しましたけど、一番言いたかったことは、2つの種類がある、そしてその不労収入、ストック収入っていう方を増やしていくことによって、自分の時間も資産も増やせていけると。だからこそ自分の理想とする将来、未来、自分の人生っていうのを手に入れることができやすくなりますよという話です。よろしいでしょうか。で今回以上です。説明欄の方からですね、僕の LINE に登録よろしくお願いします。そこからですね、僕が Amazon で1位を取った書籍をダウンロードできるようにしてますんで、ぜひご登録くださいませ。ブラック企業だったブラック企業に勤めてた僕がどうやって独立して、まあ、副業から始めたんですけど、副業から始めてほぼリスクもなく始めて、で、まあ、1000万稼げるようになり、2000万稼げるようになりっていう、2000万ぐらいのところまでの話をしてますんで、すごく参考になると思います。もちろん主婦の方にも参考になりますのでね、ぜひお願いします。では失礼します。